まあ、トリップバイザーで、まあ、ポートランドで一番美味しいというレストランね、イタリア料理の店でリゾットを待ってます。ホタテを食べ終わってね、リゾットを待ってます。あの置くのがね、ディッシュウォーマーで皿を温めてます。結構ね、この手前のおじさんが多分シェフ、イタリア語だと何て言うんだろう、まあ、あの料理長だと思うんですけど、かなり手際よく作ってます、ね、動きから言って美味しそうなんですけど、実際食べてみたら美味しいですね。でポートランドは雨が多くてね、日差しも少なくて天気的にはね、あんまり好きじゃないんですけど、でもかれこれもう、10日間います。であと2日滞在して、でその後ね、オレゴン州のセントラルコースト、バンドンってすごいいいゴルフ場があるとこ行くんですけど、ポートランドが、まあ、アメリカで一番ね住みたいと言われてる街という理由がなんとなく分かって、まず車がなくてもね、バスとか、路面電車が走ってるんで暮らせます。まあ、車社会と言われてるアメリカでもね、やっぱり、車の運転は面倒くさいなと思う人が多いんでしょうね。それから何しろね、料理が美味しくて安いです。まあ、普通の値段も高くないんですけど、結構ね、昼の時間とか3時とか6時とかハッピーアワーっていうのやっていて、それだとね、10ドル15ドルで、美味しい料理が食べられると。まあ、外食が美味しくて、まあ、車がなくても生活できると。車の運転がめんどくさいし、料理もめんどくさいと、ね、そういうのをやらずに暮らしたいというのがね、やっぱり結構みんなの望みなんだなっていうのが、まあ、今回の滞在でよく分かりました。まあ、直接転売とは関係ないですけどね、ポートランドというのはそういう街で、特に夏なんかはかなり、暮らしやすくていいなとね。寒い時期の気候は良くないですけど、夏だと日照も多いみたいなんで、夏にまた来たいなと思いました。